お、体めっちゃいいやん。ちょっと上上がっていくか。はい、炎上。てかですね、ゲームカムです。今回なんですけども、このマスターは新武器でその PPSH っていうのが出て、その腰打ち直下カスタムとかっていうね、亀特有のクソおふざけカスタムっていうのをやったじゃないですか。で、今回なんですけども、まあ最強カスタムをね、その PPSH の最強カスタムを紹介してくれということで、紹介していきます。でも今回はね、文句のつけようがないですね。カメさん、こういうアタッチメントどうですか？言えないっす。なんでかっていうとね、今回はヘロブワンさんのカスタムをですね、紹介していくということでですね、もう使ってみ、飛ぶぞ、天国へ飛ぶぞということでですね、これマジで強いです。ガチで強い。でね、俺不思議だと思ったのが、こいつね、デフォルトでその相談数がめちゃめちゃ多いのに対して、弾薬、わざわざ35ラウンド高速リロードをつけるらしいんですよ。まあ55ラウンドでもいいと思ったんですが、まあそこはその世界最強ということですね、世界最強に従いましょう。まあ一応他に注目するのは、このバレルとね、あとこのモノリシックでめちゃめちゃ射程を上げてるみたいですね。これによりね、まあ、10メートルか15メートルぐらいだったら、その試合内でも言ってるんですけども、普通にタイプとかね、M1 さんとかにも、打ち勝てるんじゃないかなと思ってます。で、まあ PPSH を使うカメキッズのために一つだけちょっと注意点、ここだけちょっと注意しねっていうのがありまして、それがですね、これですね、初段の反動、わかります？後半はもう無ブレなんですよ、ね、この最初のクイクイクイ乳首ドリル、砂、遊ぶな。まあ、この最初の欲ぶれを抑えて、いかにその頭一個の塩を借りるかと、といったところなんじゃないでしょうか。もうそれ以外はもう結構こいつ100点満点の武器っていうか、まあ、威力も高いしね。あと ADS も早いということで、なかなか個人的には気に入っています。ブチブチにするぞ！シャーン、やっていこうか。いやもうね、今の環境は泣きそうよ。なんでかって、もうね、デッドサイレンスでずっと ADS この、ずっとこんな頑張ってね、あとは放置よ。なあ、なあ、お前何してんの、こいつマジでほんまに。なんか頭おかしいやつおんだけど、こいつ大丈夫か、もう。お前そこは NA の特等席やぞ、お前 NA の特等席、NA45 さんも特等席。もうほんま俺やめるわ、このゲームは。でもね、俺がね、小学校の時、亡くなってしまったおばあちゃんが言ったんですよね。そういう時でも頑張るんやって。そういう時で諦めたらお前は終わりやって。そういう言葉を胸にね、俺はこの19年間頑張ってたわけなんですよ。やっていこうぜ、レッツゴー。はい、タイプ！おっつ！おっつ！タイプ使ってるやつ全員訴えます、マジで、ほんまに。裁判で戦おうぜ、法廷バトルしよう、タイプ使ってるやつ。まあ何使ってもいいんですけど、これは別に俺の。はいー！はいー！みんな上げてきてるー。イカってる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 、間違いなくイカってるちまった。これビートルみちゃん。ビートル使って、絶対ビートル、絶対ビートル、間違いない。お前らならいける、俺死んじゃうぞ。2回抜けば絶対来る、絶対来る、絶対来る。来た、で、ここで金待ちを。で、俺が絶対バレへん、ここでこれ。おばあちゃんが、元世界ランカーのおばあちゃんが教えてもらったところで、プレイダメサイドオンライン、はぁー、バックー。一人カットしていく、どんどん行こうぜ。教会は俺の似合う、教会の中で俺に勝てると思うな、ほんまに。俺来いよ、ほら、どんどん、ほら、恐怖中がよ。お前、俺の背中にめり込んでちゃうぞ、ほんまに。どんどん来い、どんどん、どんどん来い。来い、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 来い。危なかった。背中の化身を抑えろ。稲妻イレブンのやつになるって、松風電馬が背中から出してるやつになるって、ほんまに、ね、いく。いける、いける。激怒。いく。これ、別にさ、なんか、ビートってのがそんなに焦る必要なくない、君たち。ペーン、勝手いってるのは。来てきたよーん。見て、こっから見ていくの。来てるかなー。勝っていく。さあ、来い。今から。はーい。はーい、どもかぶです。こんにちは、こんばんは、どもかぶです。ですね。俺はタイプリングを使っていく。いるよ。裏か？おぉ、おぉ。いいよ、いいよ、いいよ。おぉー！で、こっからこれですよ。壊れてる。ね、ちょっと言い訳させてもらっていい？こうなるにも、理由があるんですよ、やっぱり。ね、そのさっきの見てもらったら分かると思うんですけど、途中抜けとね、あと放置がマジで多い。何が、もうリアルで何があったんか、もう自信やったんか知らんけど、俺がランクマッチに命かけてんの知らねえのか、お前ら。ほら、こいつは分かってない。で、ちょっと待って、これ脇をぐちゃぐちゃに敷いてる味方が多分これね、間違いなく戦車いると思うんで。戦車いるよね。あ、なんかいたね、今。お前や、マザーテレサ、マザーテレサ買っていく。マザーテレサ YT めっちゃ良さそう。もう見た後心がめっちゃ現れてそう。なんかいたね、今。でもこれどうしよう、敵の位置が全く分からんからさ。誰か入って血入れしちゃうぞ。
細かいことは気にすんな、それ。勝っていくんだよな、これ。ヘッドショットあったら、面白くねえな。教会行くか、俺のね、俺の。お前らビー入ってくるか、なんか、オッケー。お前。で、バックできるってこと。これを待ってた、俺は。あんなところにの中、うわ、グレ投げてきたし、肝。ちょ、待って。はい、死ね。もう、はっきり言います。もう、伝わってくれ、マジで、ほんま。タイプ使うやつ。おらーおらーおビー、もう、惜しいって、それ。あともうちょ、もう、足音消してちゃうぞ、そんなとこから。いるわけないやろ、そんなとこによ。なぁ ?KRM いるくらい。あー、でもこれさ、もうビートったけど、俺、マジで、もう、なんもせえへんわ。直撃当てて、この直撃が効いた、今の。はい、チンポマン押す。腹痛出せてないよ。ほら、ちょっと待って、なんで、おい、神は俺を見せてるのか。腹痛出せてないよ。オッケー。おい、なんか煽ってるみたいやけど、俺がこれ。これアドバイスしてるからね、俺、ほら。な、これアドバイスでしょ。だって腹痛多分出せると思ってやってるから、出せてないよ、みたいな。ボタンちゃんと押せてないよっていうの。クラスタースライクとスライムと腹痛 V トールアドバンス UAV 出せてないよ。しゃあ、これ待って、これは今回デッドサイレンスつけてるからさ、キル数トップやからまあええやろ。しゃあ、2試合目やっていこうか。しゃあってなんやねん。うわ、エグなんか味方、なんかバケモンみたいなパーティー大丈夫かな、これ。あの、中学校な、学校の授業中とかにやってないこいつらパーティー組んで大丈夫。まあ今現在深夜の3時なんですけど、やっていきましょうか。あれ作っとくですね。入るからワンカっていうの、まあでも言うてるこれね、俺ね、なんかあのずっと使っていくうちにリコールになれてきたよ、ほんまに。これお前らは世界についてこれることができるか、うん、あの今回使うのはね、ヘブンさんのこれ世界一のカスマやから、まだおんねん。はい、勝っていこ、セタおんねん、勝っていこ。いや、マラガスカだよ、マラガスカルって。なんで勝って、今完璧に AM ずれてたの。センターから来てるんで、一旦そこに勝ってきてんの。オッケー、結構迷いしてるけど、これ取られんか。ここも勝っていく。プレータミサルが溜まっていくよ。これどうするか。お前らマジでね、お前世界一なめんじゃねえ。ヘブン兄貴なめんじゃねえ。お前ら。一旦こいつが放置してない。大丈夫かな。泣いてない。しかもなんか、ここ全然バレへんねんけど。しかもお前、ヘブン、うんこやねんけど。待って、なんかおんねんこれ。はい、勝っていく。でもほんまに強いってこれ。あー、おうか。取りたいね。ビーハタ、一旦これワン買って、大丈夫これ。待って、こっちから来てる。そこも買ってきて。まだ来てるのこれ。ほんまにね、これね、10メートル、頭一個のしっかり戦えるっていう人は、全然マジあの、冗談抜きでタイプにも勝てるかもしれない。で、今回人投げたやつ誰や ?PSH 買っていく。これはピンチ何やよ。まあ、それ買っていくでしょ。このキャラ、このキャラ。で、これワンチャンピー入るから、あー、でもどうしよう、これ真正面から多分ね、タイプにも近づいんから、これ頭一個しか買っていくっていうね。で、こっちから来てると思うんだよね、こっち。まあ、グランドマスターね、普通にレベル高いよね。うん。レベル、レベチ、これ UAV で出るんですけども、ちょっと誰か対空してほしいが、センターかな、これは。一旦これ帰っていこう。こんなところでもうリスクルしててもしゃあないから。待って。オッケー、ちょっと勝ってえの。ほんま頼むって、みんな。もっとどんどん B 入っていこうぜ。まあ、言うて俺が入ればいい話なんだし。ああ、もうなんかさっきからもうこいつ、弱いです、すまんにしかいられないけど。一旦これはプレタミスをかましていくんですけども、まあ、2人枯れるっしょ。オッケー。で、ここにいるから、お前は何もしてんねん。ちょっと待って。それ壊さないと、まず。ナイス。お前さっきに盾にして、UAV その前退屈しよう。UAV でその出されてたの、ほんまにね、ゴーストなかったら1バレするから、これんか、マジでほんまに。OK、大丈夫か。で、俺一人で入るのはちょっとまずは、ですよね。多分こっちから来ると思うんで、絡まきしそう。ダンスを歌ってきても、これ絶対やったら間違いない。でも言うても試合終わるやろ。で、こっち行ってあげて。あ、まあでも使ってて思ったんですけど、10メートル以内やったら普通に勝てんね。で、なんで俺負けてんの、おかしくねえか、ほら。気合い入れろ、お前ら世界を取りたいんじゃねえのか。お前ら世界を取るために COD モバイルやってんじゃねえのか。お前、クッパーよ。なあ、これ勝てるよ、これ。踏んでいける。なんかおんねん。ダウンワン買ってくんねん。絶対来る。ほら、もう武器性能に甘えてくんもん。オッケー。俺耐えないからね、これ。耐えるときは耐えるとき。耐えるとき。うわぁ、うわぁ、うわぁ、出た。オッケー。まあ、言うてガンマチに取っていく俺が悪いが。お前、さっきから何してんの、ほら。なんで逃げんねん。どう
したどうした、ほらその威勢良かったのさ、それワン買って絶対これしたやろ。はい、来てる。いやでもこれ買ったんじゃん、ほら煽っていく、これほらいいぞ、ほらほら靴落とす、ほらガンマチキッチだよ、ほらガンマチキッチ出てこい、ほら靴落とす。オッケー、ほらもう俺にも気づいてるでしょ、これか、これが影の薄さなんだよな。なんかさっきから俺角待ちしか気にしてなくない、ほらやっちまえ、ほらこれもう靴は迷惑行為やぞ、ほらうわ気持ちいい。うわーでも40キロいけなかったし、ちょっと若干デス数多いような気もするわ。まあ前半結構デス数抑えられたんですけども、ブチブチにするぞてな感じで、今回の PPSH 最強化戦どうだったでしょうか。まあ個人的にはいろいろですね、まあ世界最強のヘブンさんなんですけども、ちょっといろいろ組み替えてみてはどうでしょうか。てな感じでこれからも COD モバイルの動画どんどん上げていきますんで、チャンネル登録と高評価ブチッとよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。